オビチュアリーは、アメリカ合衆国出身のデスメタルバインド。同スタイルの形成初期から活動する、先駆的グループの一つ。一度解散したが、2003年より活動を再開した。デス、モービットエンジェル、ディーサイドラと共に、フロリダを中心に活動を行い、カンニバルコープス、サフォーケーション、マルボレントクリエーションらニューヨーク勢と共に、1990年代、 初頭の米デスメタルシーンの創成期を支え、世界中のデスメタルバンドに影響を与えた。また彼らがレコーディングに使用した短波の森サウンドと、そこを拠点に活躍していたプロデューサーのスコット・バーンスが作り出すサウンドは、世界中のデスメタルバンドの憧れになり、各国のデスメタルバンドが次々とレコーディングに訪れるようになった。グルービーなミドルパートを基本とし、 曲の半ばでスラッシュメタル風のファストパートになだれ込むスタイルが特徴。カナダ・トロント公演1984年にエクセキューショナー、エクゼキューショナーの名前で結成。1986年、さらに綴りをエクセキューショナーに変更。1988年にロードランナーと契約するが、その際にバンド名を現行のアビチュアリー、オビチュアリーに改名する。 1992年、初来日公演。1997年に解散するが、2003年から活動を再開。2008年、HR、HM フェス、ラウドパークにて来日公演。2013年、5年ぶりの来日公演。2017年、10作目の節目となる、セルフタイトルのオリジナルアルバム、アビチュアリーを発表。ありがとうございます。